はい、どうも皆さんこんばんは、うちきのです。皆さん APEX の方はプレイをしておりますでしょうか？おじさんもねプレイはしているんですがね、最近一つ不満っていうのが出てきました。まあ、それはね APEX がカクカクするという現象に悩まされております。はい、どうも最近ねゲーム中カクカクしちゃってもうプレイがしにくいっていう状況になりました。まあ、これのね原因っていうのは自分のパソコンであったり、まあ APEX 側のサーバーの問題であったりとね原因はあると思うんですが、まあ今回はねそのゲーム中カクカクするっていう症状の改善策っていうのを実際に設定をしながら紹介していきたいと思います。まあ、ですのでね今回の動画っていうのはパソコンで APEX をプレイしているけど動きがカクカクしてゲームがしにくい、FPS が張り付くような設定にしたいって方にはおすすめの動画になっております。はい、早速なんですがおじさんの言うゲーム中にカクカクするっていう症状を見ていただきたいと思います。はい、これはね実際にカジュアルをプレイをしている時の映像になっております。症状がね分かりやすいようにぐるぐると視点移動をしているので画面酔いしちゃうかもしれないんでね遠目でご覧ください。はい、こちら分かりますかね。途中でカクカクとコマが飛んでいるような症状が出ております。はい、分かりやすいようにねスローモーションでも再生をしていきます。はい、こういった症状がねおじさんの場合ゲームをしているとずっと続いているっていうことではないんですが、まあ一試合にね何度も発生するっていう状況に今なっております。まあ、実際この状況でねゲームをプレイしているとかなりねストレスが溜まってしまってねゲームをプレイをするっていう意欲が薄れてきます。まあ、そこでねおじさんの症状をよく見てみるとゲームのパフォーマンスの表示部分の FPS の値が画面中にカクついている瞬間にちょっとね気持ち下がっていることが分かりました。まあ、もしかするとおじさんのパソコンのスペック不足によるフレームレートの低下っていうのが起こっているのかもしれないということで、まあ、今からね設定だけでフレームレートの低下を抑えていきたいと思います。まあ、なるべくね今の環境で低スペックのままでお金をかけずにできるところまで頑張ってみようかなと思います。はい、まずはねゲーム内のビデオ設定を見直していきます。このように基本的なビデオの設定は切っていてフレームレートが下がらないように負荷をかけないような設定にしております。今ねビデオ設定を操作していなくてカクついてるよっていう人はぜひこちらを参考にして設定をしてみてください。ちなみにねこれをね全て高高い設定にするとこういった風になります。画質はねかなり上がっていて、まあ、綺麗なグラフィックにはなるんですが、まあ、おじさんのパソコンのスペックだと FPS がほぼ60固定になってしまって以前のように140も出ていないっていう状況です。まあ、さすがにね60固定ではパソコンでやる意味っていうのがもう半減するのでビデオ設定はね紹介したように設定しておくと安定してゲームができるようになりますと言いたいところなんですが、はい、最初に設定したビデオ設定でおじさんはプレイをしていてカクついていました。はい、正直ねゲーム内のビデオ設定では、まあ、これ以上 FPS を出す設定はできないので、まあ、次はね他の設定っていうのを見直していきたいと思います。はい、次はパソコン側の設定を見直してみます。 Windows の場合なんですが自分のパソコンの検索ボックスに電源と入力すると出てくると思います。電源とスリープの設定だと右の方にある電源の追加設定を選択、そして高パフォーマンスにチェックを入れていきます。またね別の方法で Windows システムツールからコントロールパネル、そしてシステムとセキュリティ、次に電源オプションを選択していくと、まあ、どちらからでもね電源オプションの選択画面になりますので、まあ、こちらのプランの方を高パフォーマンスに設定をしてください。はい、こうすることによってパソコン側で消費電力を抑えようとした時に FPS が落ちていたっていう可能性があったんですが、まあ、高パフォーマンスにすることによって電源の設定で FPS が落ちるっていうことはなくなりました。はい、この電源の設定はおじさんはね今回確認をするまで高パフォーマンスに設定していたのですが、まあ、いつの間にか切れていたのでたまにこれ確認した方が良さそうです。 Windows のねアップデートなんかで自動的に変更されているのかもしれないんでね、なんかゲームがカクつくなと思ったらまずここ簡単にできるのでちょこちょこ見直してみてください。
はい、おじさんはねこれらの方法を試してみたんですけど、まあ結局ねゲームをするとね結局カクついていたので、次にねもう最後の手段として直接ゲームファイルを編集してゲーム内の画質を下げていきたいと思います。まあここからはね自己責任の方法になるので、まあ、ご了承いただける方のみ真似をしてみてください。はい、まずは編集するファイルを見つけるためにパソコンの検索ボックスに RESPAWN リスポーンと入力します。するとね APEX というファイルが出てくるのでそちらをクリック、次にローカル、こちらをクリック、その中のビデオコンフィングを開きます。するとこのように文字が出てくるので、まあ、こちらの値っていうのを変更していくんですけど、まあ、正直これね難しいので、まあ、おじさんはねこちらの変更方法っていうのを紹介してくれた方のテキストを丸々コピーして使わせてもらいました。もうその紹介されているっていうかなりね参考になったサイトのリンクっていうのを概要欄に貼っておくので、皆さんもねそちらからコピーするのをおすすめします。はい、戻るんですが、先ほど開いたビデオコンフィングのテキストドキュメントの中身をすべて消してサイトに飛んで紹介してくれているものをコピーします。そしてそれからまたビデオコンフィングに戻ってからそこに貼り付けをしていきます。そして左上のファイルから上書き保存を選択して右上の×を押して閉じます。そしてこのファイルに戻ってビデオコンフィングのところで右クリックを押してプロパティを選択、読み取り専用の左のところにチェックマークを入れて適用を押して設定の方は完了です。はい、こうすることによってゲームの中ではね落とせなかった画質なんかを直接落とせるようになって、パソコンへの負荷っていうのを減らしてフレームレートを安定させるっていうやり方になってます。まあ、こちらのねサイトっていうのを参考にさせてもらったんですが、まあ、かなり分かりやすいのでぜひ皆さんも参考にしてみてください。本当に分かりやすいです。はい、こちらがその設定を完了したゲームの画面になります。このようにねキャラのスキンなんかはね基本溶けていますね。元の画質と比べるとこんな感じになっております。はい、次はねこちらのマップの画面なんですけど、まあ、第一印象としましてかなりくっきりはっきり見えるなっていう印象です。はい、実際に降りてみるとねオブジェクトなんかはねキャラのスキンと同じように溶けちゃっていて、まあ、最初はねすごく違和感っていうのがあるんですが、まあ、大体認識できるのでもう慣れてしまえば気にはならないです。はい、そしてね肝心の FPS なんですが、これねかなり安定していて140付近でねピタッと止まってくれています。以前のね設定だとちょこちょこと下がっていたのが、まあ、この設定にするとたまにねちょっと下がっているかなっていうくらいまで収まりました。なんですが、はい、完全にね気になっていたカクつきが収まったとは言いにくいのがねおじさんの正直な感想になっております。以前ほどね本当多くはないんですが、やはりねまだカクつきっていうのは出ています。まあ、そしてあとは先ほども言ったんですが、マップがはっきりね輪郭が出るような感じでねギラ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 していて、すごくおじさんとしては目が疲れてしまいます。この疲れる状況でねまだ少しでもねカクつくのであれば、もう正直な話以前の設定の方がプレイをしていてまだマシなんじゃないかなっていうのが年寄りプレイヤーの感想です。はい、結局スペックが低いパーツのままだと、まあ、どれだけ画質を落としてみてもカクつきを取るっていうのは難しいっていうことが分かりました。そして今回は自分の環境、まあ、パソコンのスペックを疑っての検証になったんですが、実はねこのカクつきっていうのはApexのアップデートが入るたびに起こっているっていう現象でもあります。アップデートがね入るたびに今回のように常にカクついてしまうってことが本当よくあって、そのうち治るってことが今までは多かったです。今他の人の配信などを見てみてもいろんな方がカクついていたので、まあ、今回のカクつきっていうのはアップデートによる影響になっていて、ユーザー側では対処できない問題なのかもしれません。まあ、もしかするとそのうちグラボのアップデートや APEX の方の修正が入るかもしれないので、今回の方法を試してもカクつくっていう人は
待つことしかできないかもしれませんね。まあでも今回の方法っていうのは今まで 140fps も出せなかった人には、まあ、少しでも役に立つ方法だと思うのでぜひお試しください。はい、それではね、今回はカクつきに困っていたおじさんの動画になりました。何かね、意見とかご質問があればコメント欄からお願いします。はい、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。